ママ、こと教育評論家の荻直樹氏、73、が24日、自身のブログで、県外ナンバーの車への嫌がらせが起きていることに対し、真摯な対応を呼びかけた。新型コロナウイルス感染拡大で外出自粛が求められる中、徳島県などで県外ナンバーの車への嫌がらせが報告され、荻氏は、自粛厳守。しかし、県外ナンバーへの差別、暴言禁止、というタイトルでブログを更新。連休中の外出とりわけ、県外からの移動は厳禁です。車でも、ずっと一歩も出ないなんて考えられませんから必ず、地方や観光地にコロナウイルスを広げることになってしまうからです。と県外への外出は厳禁であると前置きした上で、県外ナンバーの車に対する暴言、暴力、傷つけなどは、絶対にしてはなりません。犯罪です、と強く呼びかけた。事情があって住んでいる住居と車登録した場所が違う場合は珍しくありません。やむを得ず移動する必要がある方もいます、とと事情を説明、取り締まり指導する場合も丁寧に優しく対応したいものですね。差別暴力、暴言心配している荻ママです、とコロナによる差別行為への危機感をあらわにした。